影。水着が恥ずかしい。初めて。初めて。嘘。あ、そうなんの？嘘。にゃー。いやー、こういうのはちょっと初めてで、すごい。まあ、セリフもさっき読んでてすごいドキドキしたんですけど、あんま読むのが苦手なので噛まないようにちょっと皆さんをドキッとさせるように言いたいと思います。よろしくお願いします。チーム4の田野優香です。よろしくお願いします。でヘッドホン外して、もうちょっとこっち側かな、もうちょっとこっち側で、じゃあ用意させて踊ってみよう。ちょっと軽く踊って。待って、考えてない。今借りていいかい。さあ。ダンス歴は小3からやってたので、結構やってますね。昼間ならありますね。中学校の友達と。今日はここまでかな。ごめんね、練習に付き合わせちゃって。実は今度ダンスの大会があるの。ほら、私ダンスしかないじゃん。それでね。はい、ホールドカットです。OK です。OK です。それじゃあなんかダンスのことに集中しちゃうとセリフがなんかこう回らなくなっちゃうっていうのが あったから、やっぱまだ経験が浅いなって思いました。やってみて。よーさ、あ、やっぱダンスの、設定で良かったと思います。やっぱダンスが好きなので、その自分で弾けたかなみたいな、そんな感じですかね。私の見てくださってありがとうございます。すごい演技というものはあんまやったことがなくてすごい緊張したんですけど、自分なりに一生懸命やってみたので、ぜひ見てください。これからもよろしくお願いします。バイバイ。どうしますか？私は基本遠距離とか絶対無理な方なんで、もし遠距離になるんだったら多分別れちゃうと思います。私は多分迷わず、あの親友の彼氏のことが好きになってしまったらもうアタックしちゃうと思います。親友とかお構いなしに。はい、やっぱ好きなもんは止められないですしね。そんな感じです。私はクリスマスはイルミネーションが私すごい大好きなので、まあ近くのイルミネーションを見に行ったり、あとなんかクリスマスでよくある
キャンドルを一緒に灯すとみたいな、そんな感じ、ちょっとロマンチックなことが結構好きなので、そういうのをしたいです。あー、そしたら、まあまずそのメンバーが歩いその一緒に好きな人と歩いてたら、そのメンバーに、なんで歩いてたのって聞いて、とことんなんか問い詰めちゃうと思います。そのメンバーが誰かにもよりますね。すごい大先輩だったらもちろんそれはできないし、まあできたとしたら12期です、同じ同期の。